本日東京新宿で無料試乗体験イベントをやっていきます。そろそろマンティスのいろんな電動キックボードと電動バイク のファンができてきたので、ファンの方と会って無料で見て写真見て気に入ったものをこちらで実物触って試乗体験できるように試乗会イベントを作りました。結構いろんな方が来てくれてすごく私たち喜んでいますけれども、もしお興味がある方は遠慮なく試乗会に試乗に来てください。それでは行ってみましょう。なんか最初は怖いかなと思ったんですけど、ちょっとアクセルちょっと軽くやってブレーキもこうやりながらこう徐々に慣れた感じですぐこう乗ることができて、で結構なんか結構ブーっていくと気持ちいいんで、慣れたら何回何往復もちょっと結構して楽しかったです。はい、でお勤め近い人とかはこう気軽に乗れるかなって思いました。3にして行きましたら、はい、行ってらっしゃい。本日試乗体験に試乗会に来てくれてありがとうございます。先ほどフォスフェンのバイクを乗ったんですけれども、どうでしたか感想は。思ったより乗りやすくて、すごく運転した時もバランスがいいのと、あと機動性がとても良かったですね。ありがとうございます。普段バイクとか自転車とか乗っていますか。はい、バイクの方を乗っています。バイクの方と比べたらもうどういう感じ。扱いはとにかく楽ですね。で車体そのものも軽いので、幅広い方に乗っていただけるのかなと思います。ありがとうございます。
と。あ、なるほど。こんな感じで、ね、面白い。次、2月20日、2月20日、横浜駅西口でまたイベントやります。ぜひ来てください。横浜、この近辺にいる人たちは遠慮なく気軽にちょっと実物を見に、試乗体験しに来てくださいね。プレゼントも用意しております。はい、お待ちしております。今日はやっと30カ国で人気があるカーボのマンティス銃、1年かけて1年時間と手間かけて日本の国土交通省の、ルール、いろんなルール、部品のルールを作って日本で走れるようにやっと作ったあの電動キックボードはやっとできました。もうあと3月中に中旬にこちらのマンティス銃は日本のお客様は買って乗ることができます。 EB マートの LINE 公式アカウントをフォローして、こちらは幕開けで3月中旬であのもうオープンできますので、ぜひお願いします。